岩手ワンコ広報室。そばっち、今週のテーマは県産米のブランド化推進、金色の風のデビューに向けて。県産米の最高級品種として開発した県オリジナル水稲新品種金色の風、この秋の全国デビューに向けて田植えが県内各地で順調に進み、適期内に終了しました。今年度の金色の風の作付け面積はおよそ100ヘクタール、生産量は500トンが計画され、作付け地域は県内一の良質米特 A 評価の県内一目惚れを栽培する地域に限定しています。この金色の風は収量よりも品質大事でございますから、まずは最高の食味調を出すというのが我々の仕事だと思っております。まあ、いかにお客様に食べていただくかというのがこれが一番の課題だと思ってますし、それにはやっぱり基準をきちんと守るというのが大事だと。金色の風はふわりとした食感と豊かな甘みが特徴のお米で、これまでの試食会では高い食味の評価を受けています。栽培技術の研鑽、品質・食味の向上を目的に栽培研究会を設置して、全国最高水準の品質と食味を実現するため取り組んでいます。いよいよ田植えということで、生産者の皆さんのこの今までのこの準備が、いよいよ本番ということになります。生産、流通、さらに広く県民みんなで力を合わせて金色の風が成功するように頑張ってまいりましょう。この秋デビューする県オリジナル水稲新品種金色の風、生産、流通、消費に関わる機関団体などが県産米のブランド化に向け一丸となって取り組んでいます。私たちも金色の風を応援していきましょう。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。